バージンオーストラリアはニュージーランドの航空会社。オーストラリアの航空会社バージンオーストラリアのニュージーランド法人でクライストチャーチを中心にオセアニア地域で格安航空サービスを提供しており、同じバージンオーストラリア系列のバージンサモアの運航も行っている。ニュージーランドにおける拠点空港はクライストチャーチ国際空港とオークランド国際空港。 180隻のボーイング737型機で週に280便程度の運行をしている。バージンオーストラリアは2003年に設立され、2004年1月からニュージーランドのクライストチャーチとオーストラリアのブリスベンを結ぶ路線をスタートさせた。また同時にはエリントンとシドニーを結ぶ路線も開設したが3ヶ月間で休止している。 2007年8月1日からは ICAO 航空会社コードがこれまでの p u b から PBN に変更された。これは航空管制官が p u b に使われるアルファベットの i と数字の1を混同しないようにするためである。7年8月21日、バージンオーストラリアはニュージーランド国内でオークランドウェリントン、オークランドクライストチャーチ、 クライストチャーチウェリントンの3路線における国内線サービスを同年11月から開始する意向を示し、それに対抗するために競合会社が航空運賃を30%も切り下げる措置を取るなどしたためこの参入によって、この3都市の空港の利用者数が飛躍的に上昇する結果となった。実際にバージンオーストラリアは上記の3路線を2007年11月12日より、 開始し、全路線とも、基本料金が旧ニュージーランドドルという超低価格運賃を実現させた。2008年6月にはさらにダニーデンに進出し、クライストチャーチ線を開設した。現在ダニーデンとオークランド・ウェリントン・クライストチャーチを結ぶ路線はニュージーランド航空の河川状態にあり、初の単独運航路線への挑戦となった。しかし2010年8月19日、 同年10月をもってニュージーランド国内線から撤退することが発表された。競合他社を含めた価格競争の激化で国内線存続が難しくなったことが理由という。今後はニュージーランドオーストラリア間の国際線に重点を置く模様である。オークランド国際空港に中期する B737 型機現在バージンオーストラリアで運行されている機材はすべて ボーイング737から 800S である。全部で7機保有しているが、うち1機はバージンサモアの塗装がしてある。すべての機体が国内線と国際線の両方に使われる。2008年7月現在の平均機体年齢は3年6ヶ月。ありがとうございます。